アレクサンドル・ペトロービチ・イズボリスキーは、帝政ロシアの外交官、政治家、ストルイピンの下で外務大臣を務めた。1894年から1906年にかけて、バチカン、セルビア、バイエルン、日本、デンマークの各公使を歴任した。日本公使時代には、新国で義和団の乱が起こっており、イズボリスキーは、日本に対し、 日露両国による大韓帝国の分割を提案している。その後、1906年には、ストルイピン首相の下で外務大臣に就任した。イズボリスキーは、新英、新独の外交路線を取り、外交面からストルイピン体制、ストルイピン改革を支えた。特にイズボリスキーは、英路間の友好関係構築に尽力し1907年英路協賞を、 締結するることに成功してい1905年の日露戦争敗北後のロシアにあって、イラン、アフガニスタン、チベットにおける両国の勢力範囲を決定した。また、ロシア国会艦隊のボスポラス海峡通貨権を獲得した。英露両国の対立関係は解消し、ドイツのサンバイト政策に対処することになる。1908年オーストリア外相、アロイス・レクサフォン、 エーレンタールとボスニア・ヘルツェゴビナをめぐり、外交交渉に臨むが、オーストリア・ハンガリー帝国はボスニア・ヘルツェゴビナを併合し外交的敗北を起死した。このボスニア・ヘルツェゴビナ併合が、ロシアの反スラブ主義、セルビアの大セルビア主義を刺激することとなった。また、オーストリア国内においては、民族問題が一層複雑化することとなり、後の第一次世界大戦の演員を作ることとなる。 1910年9月に外相を解任され、フランス大使となる。ロシア革命の勃発後もフランスに留まって亡命者となり、同国で没死した。ありがとうございます。